ざ眺望、ここしかない。わあ、本に書いてあったと。この辺にこれを。この調子なら油断しないで、海鮮まではもう一息。こんな感じで問題ない？海鮮まではもう一息。こんな、さあ、よし、とりあえずできた。さて、行き先は。この入り口に来てみたけど、まさかあの人が護衛なのかな。いやいや、さすがにないでしょ。何あの格好。いやでもほら、なんか気づいてほしそうにしてるし。ほら、見ちゃいけません。お母さんとの約束その4、怪しい人には近づかない、だよ。そうだよね。むしろ岸さんに通報した方がいいんじゃ。やめて、人生終わっちゃう。ほら、全然怪しくないから。ほら。え、嫌だ、気持ち悪い。本当に怪しいから近寄らないでください。知ってたよ、チキちゃん。俺だって好きでこんな格好してるわけじゃねえよ。くそ、こんなものは。うわ、この間のナンパ男。一体マスク男に転職してたなんて、人生楽しそうだね。散々な言われようだな。君たちとやっていけるか早くも不安になってきたぞ。え、ってことは声ってやっぱり変態マスク男さんなんですか？そうさ、変態マスク男ではないけどな。俺の名はマティアス。頼むから覚えておいてくれ。変態マティアスさんですか？私の名前は。ああ、それはもちろん知ってるよ。君がリリーで、そっちがスー。うわ、ちょっと会っただけで名前まで覚えてるとか。聞いたの？姉貴から聞いたの？護衛を頼まれた時に名前も聞いたの？姉貴から頼まれた？姉貴ってもしかして、そうそう、このマスクだって二人を警戒させないようにって姉貴が作ったんだぜ。ミレイユさんの弟ってまあ安心かな。この人望の作用、警戒は解いてくれたみたいだし、よしとするか。とにかく俺が君たちの護衛を務める。よろしく頼むぜ、二人とも。こちらこそよろしくお願いしますね、マティアスさん。変なことしたらすぐミレイユさんに言いつけるから、そこんとこもよろしくね、マティアス。一瞬で人の弱点を把握するとは末恐ろしい子だよ。まったく、本当に俺はこの子たちとやっていけるんだろうか。ああ、今から胃が痛いぜ。
よし、行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。俺と戦うのは骨が折れそうだな。落ちてる卵を拾った方が早いんじゃないか。ちょっと、護衛がいきなり及び腰でどうするの？避けられる戦いは避ける。これ護衛の一番のコツってな。それに正直、あんな魔物と戦うの怖いもん。とにかくたくさん卵を集めましょう。いい風、のんびりお散歩したくなるね。動物の材料ってよく使うよ。絶対無駄にはしないから。終わり。何があるかな。全力。この材料どう料理してくれる。全力。終わり。調合で使えそうだね。どんなの作ろうかな。よーし。ん？さっきも行かなかったっけ。ハイキング、ハイキング。それでもいいの？お弁当持ってハイキング。あ、これ見つけた。図鑑で見るより怖い。あ、
代わりに。行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。お出かけお出かけ。仕留める
の代わりに。サボります。日向ぼっこしていきます。行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。
ありがとう。本当だ。じゃあ評価を発表するわよ。お見事、素晴らしいわ。文句のつけようがないわね。お疲れ様。これなら合格よ。 G ランクへの昇級おめでとう。二人ともやったね。これでルーちゃんに追いついたよ。ところでマーティアスは役に立った？はい、とっても。でもミレイユさんに弟がいたなんて驚きました。頼りない弟で申し訳ないけど、好きなだけコキ使ってやってちょうだい。わかりました。あれもいいし、こんなのも。あ、一応お手柔らかに頼むわね。レディちゃん、どうかした？なんだか気になることでもある？え、すみません。あっちの方から声が聞こえてきて。前に来た時にも聞こえたんですけど、誰かいるんですか？声？確かに錬金術が絡むならありえなくはないか。試してみるのもありかもしれないわね。ねえ双子ちゃんたち、面白い場所行ってみたくない？面白い場所？はい、それはぜひ。それならよかった。じゃあ二人とも向こうにある画廊に行ってて、不思議な世界をあなたたちに見せてあげる。この絵をとくとご老次郎。題名はざわめきの森って言うんだけど、これは不思議な絵と呼ばれるものなの。不思議な絵？ぱっと見普通の絵と変わらないような。これは錬金術の力を使って描かれた絵でね、なんと中には別の世界が広がってるのよ。別の世界が広がってる？ええ、そこには珍しい材料があるみたいでね、今は国策として不思議な絵を集めてる最中なの。へえ、じゃあ地下室にあった絵も不思議な絵？うわー、絵の中の世界なんて信じられない。私行ってみたくなっちゃったな。あの絵のことは秘密、国策で集めてるって言ってたし、持っていかれちゃうかもしれないでしょ。あ、確かに。ごめん、気をつける。ん、どうしたの二人とも？話を続けてください。ええ、不思議な絵はまだわからないことが多くって、優秀な錬金術師に先行調査を頼んでる段階なのよ。そこでその調査を二人にもやってもらおうと思ってね。なるほど、それは願ってもないことですけど、どうして私たちに？ほら、さっきリディちゃんこっちから声が聞こえるって言ってたでしょ。もしかしたらそれって不思議な絵の声が聞こえてるんじゃないかしら。
不思議な絵の声？そんなのあるんですか？そう、錬金術師には材料の声が聞こえることがあるっていうし、そういうこともあるのかなって。もし絵の声が聞こえるのなら、不思議な絵の調査にはうってつけじゃない？そうじゃなくても二人ならいい成果を出してくれそうだしね。どう？絵の調査やってみない？ぜひぜひ。私たち絵の世界に興味津々なんです。よかった、なら決まりね。この絵の中にはルーシャちゃんがもう入ってるから、みんなで力を合わせて調査してきてちょうだい。じゃあ双子ちゃん、絵の前に立ってみてくれる？絵の中に入るには、この絵の世界に行ってみたいって念じればいいらしいわ。逆に絵の外に出るためには、元の世界に帰りたいって強く思えばいいそうよ。なーんだ、飛び降りる必要なかったじゃん。みたいだね。それじゃあスーちゃん、行ってみようか。うん、いざ不思議な絵の世界へ。出てらっしゃい、マティアス。バレてたか、さすがは姉貴。絵の中にはまだわからないことが多い。つまり危険な魔物が出る可能性もある。二人のことはちゃんと守りなさいよ。いいわね？あ、任せとけって。行ってくれ。する誰かの声。このぐらい闇の中から感じるのは、こちらを見つめる誰かの視線。辺りを見回してみても見つけられるのは木ばかり。この地を訪れた者は皆不可思の恐怖におののきます。それもそのはず、この森は生きた自然と幽霊たちの社交場。ここはざわめきの森。無邪気ないたずらにはご注意を。すごい、この間の世界とは全然違う。この間の世界ってどういうことだ？マティアスさん？外です。外の森とは全然違うなって。ああ、なるほどな。確かに普通の森とは随分雰囲気が違ってる。ところでどうしたんだ、ス？随分とおとなしいじゃねえか。は？ここ怖い、やだ。暗くてジメジメしてるし、お化け出そうだし。スーちゃん、お化けと虫がめっぽう苦手で。意外だな、そりゃ。ただこの森は多分ずっとこんな感じだろ。どうする？スーだけ先に戻るか？ま、その気持ちはわからなくもない。とりあえずルーシャ城を探してみようぜ。探しながらの方が怖いって気持ちも紛れるだろう。うん、ありがとう、マティアス。気にすんなって。なら
警戒だけは怠るなよ。本当のことを書かなきゃいけないなんて決まりもないけどな。もうやだ。マティアスさん、今は余計なこと言わないで。スーちゃん大丈夫だからね。とにかく頑張って一緒に墓場を目指そう。
るよ。どうする？一旦俺が家まで送るか。ぜひ。と言いたいところなんですけど、私には帰れない理由がありまして、先ほど道端にある看板をうっかり読んだら、私呪われてしまったみたいなんですよ。え、ルージャも？実は私もなんだ。もうスーもだったんですか？私呪われたままなのは絶対嫌なんです。うん、私もそんなの絶対嫌だ。ねえ、ここは協力して墓場を目指さない？そうですね、おそらくそれが最善の道かと。絶対一緒に呪いを解きましょうね。どう言っても私は戦うのそんなに得意じゃないですけど。ま、そこは気にすんな。固まってた方が守りやすいしな。そうですか？では同行させていただきます。よろしくお願いしますね、皆さん。待ちな。ここは俺たち木族の縄張りだ。通りたければ俺たちにいい肥料もよこしな。山賊ならぬ木族ね。この絵を描いたやつろくでもないこと考えるな。木が喋るなんて、絵の中の世界ってやっぱり夢みたい。ブルブル、ありえない、ありえない、気が喋るなんてありえない。私は何も見てない。私たちが要求通りにするとお思いですか？あなたたち程度バ
普段を使えば。おお、なんてことしてくれんだ姉ちゃん。そんな悪いやつには。茨でお邪魔の刑だ。ちょっとルーちゃん何やってんの。うるさいです。私だってたまには失敗することくらい。だから言ってんだろ、ここを通りたければ企業をよこせってよ。仕方ねえな、ここは要求を飲むしかなさそうだ。そういうこった。いい肥料楽しみにしてるぜ。おお、こいつは極上の肥料だな。これだけの品にはめったにありつけねえ。仕方ねえ、ここは通してやるよ。せいぜい気をつけて進むんだな。はあ、なんとかなりましたね。まったく人騒がせな。ルーサもね、邪魔者を爆弾で吹き飛ばそうなの二度と考えないでよね。言われなくても二度としませんようだ。さあ先に進みましょう。早く呪いを解いてしまわないと。右よし左よし、俺様かっこよしなんてな。看板があるみたいだな。マティアス、読んできてよ。なんで俺が。ああしょうがねえな。何、呪いを解きたければ墓に一つ一つ井戸で汲める聖水を振りかけろだってさ。
鎧が解けなくなっちゃうよ。実は私、妙案を思いついたんです。聖水をお墓に一つずつかけていくのは大変でしょう。だから聖水がお墓全体に届くよう思いっきり振りまいてしまえばいいんです。我ながらいい考えの極み。乗るなら今ですよ。す本当にいいのかな。どうしよう。ルーシャ城はああ言ってるが、いいのかス。うん、地道にやってくよ。真面目にやらないと罰が当たりそうだしね。ふん、いいですよだ。先に呪いを解いて一人で帰ってやるんですからっと。内容が書き換わってるみたいだな。何何？聖水をかけてくれてありがとう。あなたたちの呪いはこれで解けました。私たちと一緒に遊んでくれたこととても感謝しています。あなたたちにお礼の品を用意したのでぜひ受け取ってください。ざわめきの森に暮らす者一同より、推進、今回の件に懲りたらもう手を抜こうとはしないこと。だってよ、ルーシャ。わかってますって。あんな怖い思い、二度とごめんです。ところで、お礼の品ってこれかな。材料と、綺麗な石みたいだけど不思議な色ですね。こんなもの今まで見たことはありません。まあお礼の品ということですし、二人がもらってしまっていいんじゃないですか。あれ、ルーシャはいらないの？こんなに綺麗なのに。私は二人よりお姉さんですからね。そういったものにはがっつかないんです。そういうことなら
ありがたくもらっちゃいます。さて、そろそろ帰るとするか。双子もルーシャ城も疲れただろ。ちなみに俺は疲れた。そうですね。ほら二人とも帰りますよ。帰ってゆっくりシャワーを浴びたいです。おかえりなさいみんな。絵の世界はどうだった？お化けとか喋る木とかいろいろあって、私は呪われたり怖い思いしたりで、すっごく疲れたけどね。呪い？帰ってきて早々で悪いんだけど、絵の中の世界について詳しい話を聞かせてもらえる？なるほどね。ざわめきの森についてはよくわかったわ。ねえ三人とも、お願いなんだけど、これからも絵の調査を続けてくれない？え？というと？絵の中は何が起こるかわからない。きっと経験者が調べた方が安全なはず。だから他の絵が手に入ったら、ぜひみんなに調査をお願いしたいってわけ。どう？他にも不思議な絵ってあるんだ。はい、ぜひやらせてください。では私も。二人に遅れを取るわけにはいきませんからね。ありがとう、助かるわ。じゃあ頑張って新しい絵を確保しないと。なあ姉貴、絵を探してる間にアトリエランクを上げてもらうってのはどうだ？ランクが上がるたび新しい絵を紹介する。そうすれば張り合いも生まれるんじゃないか。お、あんたにしてはいいアイデアじゃない。じゃあそれ採用。三人ともそれでいい？ええ、構いませんよ。二人もいいですよね。うん。頑張ってランクを上げないとね。じゃあ決まり。さて、ずいぶんと長く引き止めちゃったわね。絵の中で拾ったものは報酬として持って帰っていいわ。煮るなり焼くなり好きにして。それじゃまたね。ベッドに入ってゆっくり休めよ。じゃないと怖いお化けが出るかもな。ひい、からかうな、マティアスのバカ。二人にランクを追いつかれ、アマチさえ助けてもらうなんて、私は何をやってるんでしょう。自分が情けないです。私はアトリエボルテールの主で、そして私は二人には絶対に負けられないんです。第4話ライバル。うんうん、なるほど。隕石の主成分は鉄だから。5分以上本を読んでると頭が痛くなるからな。スーちゃんはいくらなんでも勉強嫌いすぎだよ。本を読むのもいろんなことを知れて楽しいよ。無理無理、私リディみたいに賢くないし。だから知識はリディにお任せするので。お姉ちゃんとしてもっと叱るべきなのかも。でもでも、嫌いなものを無理にやらせるのも。
前たち宛に王城から手紙が届いてるぞ。王城ってことはミレイユさんからかな。次の試験要項を渡すから王城まで来てほしい。歌って。ああ、アトリエランク制度の話か。お前たちが参加したって聞いたときは驚いたぞ。相談なしに決めちゃったもんね。ごめんね、お父さん。まあ、別にいいさ。制度の導入は成功だったみたいだな。錬金術師が多く集まってきて、都には活気が出始めた。錬金術師同士もどんどん競い合ってる。破竹の勢いでランクを上げてる奴らもいるらしいから、俺たちも負けてられないな。俺たちもって、お父さん全然頑張ってないじゃん。そうだよ。お父さん、また依頼すっぽかしたでしょ。依頼人さ、カンカンだったよ。まあそういうこともあるさ、気にするな。ああ、呆れた。それじゃあ私たちお城に行ってくるからね。ああ、行ってらっしゃい。気をつけてな。